で今回皆さんにちょっとハンガーラックを作ってもらおうかなというのを思ってまして、かつちょっと普通の多分もしワークショップとかいろいろ経験されている方はここまで考えなきゃいけないのみたいなところがあるかと思います。まあ、普通のワークショップって結構もう作ることが決まってて、作る形っていうのもほぼ決まってて、まあじゃあちょっとだけここ丸くしましょうかとか、ちょっとだけ足を細くしましょうかっていうのがすごい多いかと思うんですけども、僕の思ってるデザインっていうのはその前段階にあると思っているので、今回は皆さんにそこをちょっといろいろ考えていただければなと思います。当初はちょっと角材と天板で物を作ってもらおうと思ったんですけども、どんどんちょっと会期が近づいていくにつれて皆さんのちょっと発想力というのは怖くなってしまいまして、ちょっともしかしたら私は丸い土台の足がいいのみたいなことになるかもしれないっていう、すごい僕ちょっとこの2週間ちょっとあんまり寝れてなかったんですけど怖くて、なので今回特別にこういったベースの台を用意したり、あとですね、もともと角材も2メーターの材料が1人2本あればいけると思ったんですけども、まあ、そこもやはり皆さんの発想力が怖くなって倍の4メーター分用意しておりますので、いろいろと何か考えていただければなと思います。あとちなみにちょっと今回天板も普通に丸い天板をあちらみたいに用意したんですけども、皆さんの発想力が怖くて今回ちょっとこれだと物が落ちるじゃんって言われる可能性があったので、今回ちょっと中をちょっと段をつけて物が置きやすいようにしてきてますので、おーすごい、はい、こちらもちょっと使っていただければなと思います。基本的な作り方としてはこういったですね、3ミリ程度の溝になるんですが、こういうふうに、こう噛み合わせる形を基本にして物を考えてもらおうかなと思っています。で最終的にここからちょっとビスを打つんですけども、ビスを打っていただいてその上から木線をして、閉じてもらうっていう感じですね。でまた後ほど言うんですけども、ちょっとこっちが今回オイルを塗っているのと、こっちが今オイルを塗っていないものになっています。でもしちょっとオイルを塗ってしまうとこういったちょっと丸い、跡っていうのができちゃうんですけども、例えばこっちオイルを塗ってないんですけども、こっちだと多分もううっすらとしかさ丸い跡っていうのがわからないと思うんですが、もし丸い跡が気になる方だったらこちらの方でも無塗装でもいいのかなと思います。どうしてもテーブルとか椅子とか皆さんがよく使われるものっていうのはツヤっぽがつきやすかったりするんですけども、まあこういったのはここまで手で触ることっていうのが少ないので、まあ塗らなくてもいいかなとかっていうのは思ったりもします。でも塗った方がちょっと色が濃くなってしまった感じはするので、まあ、そちらの方はちょっと皆さんの、お考えに任せるという感じになります。で斜めと斜めに溝をつけた、加工をしてあげると、こういったふうに枝型の形っていうのを作るのも可能なので、まあ、そちらも踏まえて何か考えていただければなと。あとあれですね、こういうふうに T 型に組んであげるっていうことも可能です。結構正直角材だけで作るのは難しいです。その難しいっていうのも多分やっていかれると分かるんですけども、バランスがとっても服を例えば結構雑にかけちゃう人とかだったらかかった瞬間倒れてしまうとかっていうのが出るので、まあ、例えば、まあ、いつどこで誰がどのように使うのかっていう、まあ、お子さんとか小さいお子さんとかいる方だったら例えば枝を2本伸ばしてあげて子供用と大人用っていうふうにしてあげてもいいですし、例えばこういうふうに全て自立しなくてもよくてですね、例えばこういった T 字にしてこうこっち面を足にしてこう壁に立てかけてあげる、そしてまあ立てかけてあげてここの枝のところにまあハンガーをかけてそのフックをかけてあげるということもできるのかなと思ってますので、まあ皆さんの考える要因いいものをちょっと作って
際に僕たちも作るときって結構モデル作ってそれで実寸作ってとかってするので、まずちょっと準備してきたらちょっとこの試練ボードの角材と板材を使ってちょっと自由に形を作ってください。